ありがとうございます。こんばんは。違う、おはよう。めっちゃ高いこの服。ニットいいですね。髪切ったように見えるよね。このなんかちょっと巻いてないけど、ストレートアイロンで適当に外跳ねしようと思って、やっぱりやめたと思ってこう丸くしたら、なんかちょっとなんか、ね、外跳ねと丸いのと折り重なって巻いたみたいになって、イエイ。本当は失敗なんです。めっちゃ寒い、めっちゃ寒い。でもこのニットあったかい。タコの間に、ね、切ってない。おとといぐらい切った。暖房つけたら、いや暖房つけたらもうめっちゃ乾燥してしまうんですよ。ただでさえ声結構カサカサ、声カサカサっていうか、なんかあのハスキーボイスって言われるんですけど、よく。ハスキーボイス以上のものを出してしまいそう。どーもくんのやつ見ました。ありがとうございます。私の声ちょっとハスキーボイス？でも最近声が好きってなんか言われることがありました。あります。おはようございます。暖房つけたりしてたらね、つけたらば、ちょっとだけハスキー。どんな声になってますきですか？ほんまに？いや大丈夫よ、ちゃんと今はね。でもなんか小さい頃からハスキーだったのかな。でも声変わりしたんですよ私。多分ね、母さんにね言われたのはね、小学校5年生4年生、なんか変わったんですよ声。ちょっと低くなったんですよ。あのハスキーのあれは変わったんかな。どんぐりこどんぶりこ、スケ太郎は妹見た人しか分からないです。妹見てくれてありがとう。え、いや違う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 、え、男性もそうですね、男子も声変わりするよね。いやそんな急に「おおー」みたいな、「おお」みたいな低い声にならんけど、あ、男子のこう変化はないけど、若干ちっちゃくなった、あ若干声が低くなったですよ。ガチ、みんな声変わりしましたか？声変わりって自分で分かるの？え、私は母さんに言われて、あ確かにみたいな、声変わりしたねって。え、ST に入ってからも若干なんかした気がするんだけど、めっちゃ高い声でもうカスカス。声変わりするのあったかな。声変わり大変なんですか？中学生でなったしました、バッチリ覚えてない。へえー、そんな感じなんか想像つかんよ。一回変わったんやつ、めっちゃ高かったね。キン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 みたいな声だったんですよ私。とキャッキャッキャッ、いや今もそうかもしれん。
これ以上あまり変なことやとか、ちょっとずつ変わるから気づかなかった。これお待たせでですか。昨日楽屋で控室でなんかこうお話し会だけど、なんか毎回があのお話し会で SC のメンバーいっぱいいるんだけど、なんかおはようございます、なんかあのこう来たなんか集合時間とかも若干かぶってなかったりして、おきちゃんとかやぶしたとかね、なんかこうなんて言ったんじゃん、楽屋でなんか離れてたんですよ、なんか席がね。なんでなんか普通になんかあ休み時間になって、あかいあの休もうと思ったらなんかダダ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 みたいな感じで音聞こえて、え何かと思ったらなんかオキちゃんが迫ってくるんですよ、ダッシュで。あの机に叩きのめされた。逃げとった、逃げようとしたらその目の前に机があって、でなんかこうなんか次の時間南部からみたいな感じで、なんかあのなんて言ってんだろう、こう壁に貼ってある紙を見に行こうとして、それかなんかおきちゃんちょっと若干目が悪いんか分からんけど、なんかこう 紙のね文字がちっちゃくて見えんくって、でも私はなんかこう後ろからだなんかこう抱きついて、なんかこう、ま、後ろから抱きついてこう進んでいったんですよ。でなんかこう壁があるんだけど、なんかそのおきちゃん自分が見えないから、なんかこうどんどん近づいてって、なんか私がいること忘れてんのか知らんけど、なんか壁にドスってなんかこうぶつかってこう。ね、そうない、何であの人もうなんか疲れましたとか言いながらめっちゃダッシュで追いかけてくるんだけど、もうそんな元気ないですとか言いながら絶対元気あるありまくりでしょ。で音大お話し会マジでね、なんか疲れるとかないですよね全然。おきちゃんも全然疲れてない。壁ドンっていうかね、もうね、あ、壁ドンか、あれあれも壁ドンに属すんかな。マジ潰されたよ。おきちゃん昨日ずっとその話しとった。誰のせい、もうおきちゃん壁ドンとかじゃないよ、壁にもうどんどん迫っていかれた。あくび我慢した。今日の写真会ありがとうございました。で今日何日？20。今日なんかいつもより優しい顔してる。何服？髪？今日でコカとのお話し会ラスト。2020年。顔面光ってる。20か、今日は。あとクリスマスまであとちょっと。
クリスマスまであとちょっとですよ皆さん。クリスマスあとちょっとですよ。はい、プレゼント待って、プレゼントちょっとどうしよっかな。ここはサンタからのプレゼントですか。サンタさんっておるよね。おるおるおる、マジでおる。ね、昨日はこの話したい。サンタさんおる気。いや、なんかさ、あの、なんて言ったらいいんだろう、サンタさんといえばなんかこう、なんだ、どこだったっけ、場所、どこに住んだんだっけ、サンタさんって。名前忘れたわ。アイスランド、アイルランド、アイムランド、アイムランド、私はランドみたいになってる。アイスランド、フィンランド、フィンランドか。アイムランドはもう特に違う気。私は違えた。いや、アイフィンランドに住んでるですか。でもなんかそこからね、一人じゃないでしょうね、サンタさん。サンタさん検定みたいないかな、サンタさん認定みたいな。失礼ですが、今の身長は何センチですか。え、じゃ あみんな知っとるか、この画面のこの上半身だけ見て、私何センチぐらいに見えますか、身長。ちっちゃいっぽく見える、どう、ここ画面だけ見たらなんかイメージってあるよね。30センチちっちゃすぎるでしょ。それ 0.3 でしょ、 0.3?ちっちゃすぎるよ。もう大体みんな146、そのあのさ、なんかこう、なんかもっとなんか150とか160とか、なんかこう155とかかと思ったら、なんかみんな結構刻んでくるの。何、いや、あの、ね、当ててくるね。あのもう私の身長知ってる人はまだ確かに 153.8 とかそれぐらいね、言うのは分かる。逆になんかもう157、さっきあった146とか、その、ま、面白い。刻んでくる気。そう、正解は153.8です。私の身長 153.8 です。
でも高く見えるよ、なんかこの画面だけ見たら。身長高そうな人じゃない、なんか。そうでもない、自分だけそう思う。思ったよりもちっちゃい。あ、それはマジでよく言われる。なんか会った時に、えっ、なんかちっちゃいみたいな、全体的にちっちゃいみたいな感じ言われる。そうだったんだ。いや、ボーイランキング、かっこ、そう、知ってる人やね。いや、この153.8って、点8っていうのが大事、マジで。あ、もう154なんですよ、むしろ。むしろ154なんですけど、でもなんか2日連続 153.8 だったけん、これを 153.8 って書かんといけんなと思って。多分もう今測って 154cm でいけ、待って、ユミリンが164、そんなないか、162。いや、引っ張ってもらう。え、私でも、あの、小さい頃ね、ユミリン164、じゃあもうちょうどあれじゃないですか、もうあの、なんていうん、ちょうどもう10センチ。朝はちょっと高いって言うよね、確かに。重力の選手なんかな。ね、ユミコとちょうど10センチ差。ユミリはもっと大きく感じる。うん、周りがなんかちょっとちっちゃいけど。身長10センチプレゼントします。ユミコになれる。でもなんか服とか S サイズとか、ちょっと今年最後 の, あのあお話っていう人が結構いるのかな。おはようございます。私水族館行きたいな。水族館好きなんですよね。急に話変わる。マジで体重なら一回で分けてあげる。マヤもめっちゃ、マヤスタイルやばい。海遊館が大阪で、海峡館が山口で、アクアス、マリーナホップにもあるし、三重島にもある。水族館、あ、四国にもできたんか。そっか、行きたい、行ってみたい。水族館、なんか何が好きなんか分からんけどさ、水族館の、うん、
水族館の何が好きか分からんけど、何がそんな意識なんて言われたら、あ、次のツイッター企画、水族館。いい、いいか。コカみたいな魚は見たことないか。いえいえ、私魚じゃないっけ。いや、魚類じゃないっけ。ちゃんと人類じゃっけ。いや、だって。魚じゃないっけ。ちゃんと魚じゃないんで。いやでもなんか、お腹が鳴りやる。私泳げない。あれだからかな、なんか私泳げないんですよ、あんまり。なんかこううまく あんまりうまく泳ぐことができない。だからなんかこう、なんかこう悠々踊い踊なんかこう泳いでる魚を見て、なんかあいいな 私が水族館行ってる理由って憧れ いや、しかもここで気づきたくなかった いや違う、なんか、いや、なんで好きなんかなと思うね。確かに雰囲気、まあ確かに雰囲気 憧れかな。じゃ水族館、私が水族館行く理由って憧れなんかな。言えないけど、なんか、確かに水族館で写真撮るのはね、なんかフラッシュ焚いたりしちゃいけんもんね、絶対。犬かきうまい。私が一番得意なあれは、いや待って、全部得意じゃない。なんかね、息継ぎができんのよね、なんか なんか息継ぎするときに必死になりすぎて、なんかもう死にそうになる。息継ぎができん 息継ぎできん。なんかこういうのあるじゃないですか、平泳ぎ。ここでなんでみんなこう上に上がってくるのかわからん なんでみんな顔出てくるの、こうやって なんでみたいな。自分がこうやって揺れて、これ水の中出るよって 顔が水に上がらん、顔が空に上がらん、空気中に上がらん。力入りすぎなんだと思う。確かにめっちゃ疲れるもん、プールの後。プールの後マジ疲れる。何をしたんってくらい。海ってなんか浮きません？勝手に体が。プールの後の授業マジでやばい、確かに。なんかでもなんか、浮き上がり必要だよ。塩分？方、今日の話よろしくお願いします。プールの後、服着た時にすごくぬくもりを感じる。あったかいみたいな。
プールの後に背泳ぎはなんかこうビート板抱っこして浮いてた、私ずっとそういうなんそういうチームだった。母ちゃん BS 見たよ。あ、ありがとうございます。どうもくん。ビート板とか懐かしい響きじゃないですか。ビート板ね、近しいよね。いや、プール行きたい、泳げんけど。いや、なんか好きなんですよ、私そういうあの水系。何もできないくせに。今日はココア色の服ですね。ミルク、ココア、コーヒー、ミルクココアコーヒー、ミルクココアコーヒー、ミルクココアコーヒー。音聞こえる？なんかね、私さ、鎖骨がさ、なんかさ、鎖骨なんかすごいなんかいいねって言われるんですけど、なんか鎖骨がね、めっちゃ鎖骨音するんよ。ほんまに鎖骨なんかすごい音するんよ。結構反応がいい、鎖骨の。音聞こえる？ドスドス聞こえる。嘘。嬉しい。骨が丈夫なんじゃと思う。おはようございます。あ、待って、今何時ですか。キャベツ用意しなきゃ。しなキャベツ。昼からね。話し会、あ、15分になったら教えてください。いや、キャベツ、お昼夜のキャベツ、キャベツ好きだよ。今日晴れてる？今日それ晴れてるかな。なんかこうお話し会にしてると、なんかあんまり外のね景色を見ることがなくて、なんか今、あ、いつの間にか、なんかあの集合っていうか、なんかその会場にいた時はあのまだ明るかったのにみたいな、帰る時にいつの間にか暗いみたいな。あ、みんなの場所晴れてるんだ、すごい。キャベツ食べたい。
朝はじゃあ、昨日ばあちゃんがおでんを作ってくれたので、それを食べて温まっていきたいと思います。九州も晴れてる、風強い。最近の寒さの原因風なんですよ。もう風が吹かずにずっとだあれだったら大丈夫なのに、風吹いた瞬間もうね、こうもう震えが止まらん、マジでなんか刺さる顔に寒さが。お話し会ありがとうございました。腰が冷たい。ロールキャベツいいですね。寒さも通り越して通り越して痛い。マフラー昨日忘れたんですよね。朝方は1度だったやばい、それはやばい。かわいいこの服、茶色とかなんか似合うかなとか思ったんだけど、何の色のイメージ私。赤、確かに私前着とか全部赤。赤です。赤。でも逆、もしカープとかのイメージなかったら何色のあのイメージなんやろ。紫。甘っこい。ピンク。赤。あ、小さい頃は黄色とかオレンジとか。白、キャベツ色、緑、白、ピンク、白、白、ピンク、黄色、オレンジ、水色。あ、青はね、無条件 STU のねカラーですから、青は着こなせておかないとね。今はキャベツのイメージしか。黄色に合いそう、ありがとう。今日はかわいいニット、なんか首のとこまであるけど、あったかいよ。今14分。静電気、そっか、ニットって静電気が。何色でも似合い、ありがとうございます。嬉しい。あ、もう多分もうそろそろ15分になっちゃう。ピンピン。
おきちゃんがコカを追いかける動画を撮りたい。めっちゃ怖いんやけど、何？おきちゃん楽しい。岡田さんの生誕祭が決まりました。決まりました。あ、武道館で祝いましょう。これからお話し会です。今日はそれではランキングを読みたいと思います。13位ヨウさん、12位ヒサさん、11位コマメマキさん、10位みんな期待せんといてね。そうみんながね楽しみにするキョウキちゃんもなんかノリノリになるよ。10位ムラさん、9位クルトさん、8位オールグーリンさん、7位ナッシーさん、6位おいちゃんさん、5位ちまささん、4位スエンさん、3位ななおかずさん、2位マットさん、1位はチャーミーさんです。ありがとうございます。皆さん配信を見ていただきありがとうございます。嬉しい。今日もお話し会どうもどうぞよろしくお願いいたします。楽しみましょう。みんなありがとう。ではこの後よろしくお願いしますの方とまた夜か明日か配信でお会いして最後は自己紹介をしたいと思います。いきます。 STU の中で一番ホットな女の子はココア。はい、ありがとうございます。いつも心に愛を。広島県出身17歳のカイコカワです。どうも皆さん、これからもよろしくお願いします。それでは放送終了します。終了まで3、2、1バイバーイ。ありがとうございました。